ああ、久保さん、つつましさ、一本ですね。一本ですよ。柔道一本。<laughs> まあでもね、はっきり物申しますけど、久保さんは一般ではないと思いますよ。95%、まあ99%の一般ではないじゃないですか。まあ隠居な、<laughs> そもそも隠居いう、隠居一般かみたいな話で。<laughs> みんな、いや、100歩譲ってね、みんな隠居しててね、なんか動画撮ってて、隠居してますみたいになったら <laughs>、それた一般かもしれないけど、 いや、隠居っていう、そもそも少なくないですかね、久保さんの年齢で隠居してる人、いこの、日本の人口の中でどれぐらいいるんですか朝からは、あの、せいせいと働いてますよ。<laughs> 労働して <laughs>、ま。これはね、ちょっとね、一般ではないと思いますよ。じゃあ、その、なんだろう、定義ですよね。普通の人。まあ、僕も普通の人なんですよ。 久保さんも普通の人です。目玉3つないし、鼻の穴4つないし、腕が5つないし、普通の人なんですよ。で、普通の人間。一般、一般人なんだけど、一般とはちょっと違う生活してるよねっていう。<laughs> じゃあ、じゃあ一般人とはちょっと違う生活ができたのは、ちょっと違う考え方があったよねと。例えば、久保さんはセルフバッグね。 まあこれ受信力の話ですけど、セルフバッグ見た時に、これ一応稼げるっていう、横展開。まあ受信力、そして横展開ができたわけですよ。でも一般の人は、このセルフバッグ今更何やってんだとかね、もう稼げねえじゃねえかみたいな。 <laughs> これで1億なんか無理だよみたいな話ですよね。無理というか発想が出てこないですよね。だからその受信力だったりとか展開力っていうのは多分他の人と違う部分があったんじゃないかなと思います。多分ね、僕いろんなお客さんに、あの、あ指導してますけども、セルフバックで1億円稼げるって思,思う人は多分久保さんぐらいじゃないですか <laughs>。 久保さんの中では普通なのかもしれないですけどね。久保さんの中では普通、一般なのかもしれないけど、その横展開できるのは、まあまあいないですね。セルフバックで1億ずつのは。<laughs> なかなかいないと思いますよ。僕見たことないですもん。今まで何十万人お客さんサポートしてますけど、まあいないですね。うん。だからまあ、あのー、まあ一般の人ですけどね。まあ一般の人なんだけど。 僕も一般、てか僕なんか一般以下ですけどねあ。あなたよりバカです。あなたよりアホです。あなたより底辺です。<laughs> もがいてます。いってらっしゃい。